はい、ラピー TV です。Windows 10初心者編。今日はね、現在のデスクトップの壁紙に飽きたら新しいね、壁紙テーマを入れたい方、そのやり方を今日はご紹介していきたいと思います。まあ、クリスマスが近いんでね、 クリスマスの壁紙を私は今日は入れていきたいと思います。では早速いきます。まずデスクトップ画面何もないところにカーソルを持っていってマウスの右クリックです。するとこういった画面が出てきますので一番下の個人用設定を左クリックです。すると現在の背景が出てきますよね。こういった感じで現在の背景はこれですねデスクトップは。はい。 そしてこの壁紙を新しいのに変えたい時は上からの1234番目のテーマを左クリックするとこういった現在テーマ入っているテーマがこれだけ出てきますねこれにダウンロードすることによってここにテーマが壁紙が増えていきます例えばこれに変えたい時はどうするかといいますと現在これですよねこれを左クリックですすると ここのテーマのところが変わりましたこういった感じでね、クリスマスバージョンに変わりましたこれから冬のね、クリスマスバージョンこれも時間が経つに1分、10分、1時間とかこの変更することができるようになりますそれは後でご説明しますこういった感じで右クリックで個人用設定で飛びますのでテーマですねここで今これに変えたんで元に戻します はいこれでまた元に戻りました前のがいいという時はこういうふうに戻しますそして新しいテーマを追加したい時無料で入手することができますそれはマイクロソフトストアで追加のテーマを入手するこれを左クリックですするとこういうふうに Windows のテーマ壁紙のところに飛びますこれだけたくさんの無数に壁紙が あります。お好きなのを入れてください無料となっておりますここ無料と書いてあるのは全て無料そして人気の高いのは星が5つとなっておりますこれはまあ4つですよね5つの方が人気があるといったものになりますではもう1個ね、クリスマスっぽいのを入れたいと思いますいろいろある中でお好きなのを皆さん入れてくださいね 季節に応じていろんな壁紙あります。これ非常に綺麗な壁紙なんでね、ぜひ無料で入れれますんで、入れてください。初心者の方、これ壁紙でね、楽しめますんで、デスクトップが華やかになります。先ほど入れてたのはこれです。インストール済みになります。インストールすると。はい、そしてもう一個クリスマスっぽいのを入れたいと思います。クリスマスが近づいてきてるんでね、まあ、あったかめのほんわかした、ね、あったかい デスクトップの画面にしたいんで壁紙をはいこれがハロウィンですねこの前ハロウィンの時はこれに変えたらいいと思いますまた車が好きな方はポルシェ911 GT2 とかもありますそしてはいこれいいのありましたね取得済みってなってますけどこれをはいクリックします左クリックするとこういった画面が出てきますのでこれでインストールをクリックしてもらいます。 すると、こういう感じでダウンロードが始まります。はい、始まって左から右にバーが走ってインストールしています。はい、これで適用をクリックするとすぐにもう画面が変わってしまいますので、これを一時たとみます。するとここに入ってますよね。テーマのところにダウンロードしたのが入ってます。で、現在デスクトップの画面はこの はい Windows の画面ですよねこれではちょっと寂しいんでこれに変えたいときはこれを左クリックしますこれでもう変わったと言った具合です変わりましたよね現在のテーマといってここが変わった画面が表示されておりますそして見てみたいと思いますはい変わりましたクリスマスのまテーマの壁紙に Windows のデスクトップ画面がなったと いった具合ですこれは今設定がね1分で切り替わるようにしてますので1分たつと切り替わる設定となっておりますこの変わる設定を変えたい時は現在の画面を右クリックです何もないとこそして個人用設定を立ち上げてここですね1分10分30分1時間6時間1日というふうに変えることができます好きなところで このずっとねこう画面が切り替わるのが嫌な方は1日とかを設定してもらえばいいといった具合になります。はい、こういった感じでお好きな Windows10 から壁紙,紙を入れてクリスマスらしいねデスクトップにしたい方また好きな背景にしたい方は今の方法でやってみてください。でではもう一度やりますすねいいですか 例えば今クリスマスの画面になってますよこれをデスクトップの何もないとこを右クリックですマウスそして個人用設定をクリックです現在のテーマはこれになってますね背景がこういうふうになってますんでこの中の上から1234番目のテーマを左クリックですすると今まで入れたダウンロードされたここにテーマがあります壁紙ね好きなのに変えたかったら 元のに変えたいんでね、これをクリックします。するとこんな感じに元の Windows の画面に戻りました。そして新しいのを入れたいときはこの Microsoft Store で、ね、追加のテーマを入手するをクリックです。すると Windows のテーマに飛びますので好きな壁紙を選んでもらってこれだったらこれですね。すると こういうふうに変わりますので XBOX シリーズ X というのを入れたから入手をクリックするとダウンロードが始まってテーマの中に現れるといったものでここでそれをクリックすると先ほどの画面になるといったものですでは最後にこちらに変えて終わりたいと思います。今日は10の壁紙に飽きたら 追加のテーマで無料で Windows ストアからからお好きな壁紙を入れる方法をご紹介しました。これがいいねと思われる方はぜひいいねチャンネル登録もよろしくお願いします。ラピー TV でした。ではまたです。さよなら。